東日本大震災東日本大震災による電力危機東日本大震災による電力危機では2011年3月11日の東日本大震災以降地震と津波で発電車などの電力設備が被害を受けたことまた福島第一原子力発電所事故後に日本国内の原子力発電所が安全審査のため停止していることなどによって発生している 電力への影響を述べる。震災直後の2011年3月は、設備被害や原発事故に伴う電力供給低下により、東京電力管内で臨番停電実施を伴う電力危機が発生。同年夏季には原発停止の影響が大きくなる中、東北電力、東京電力、関西電力などの管内で、2011から2012年冬季には原発停止により、 関西電力、九州電力管内で、それぞれ節電を実施した。2012年季以降も、供給不足が懸念され節電が実施された一方、原発安全審査の妥当性、地元同意を、主とした、再開の是非、日本の原子力政策やエネルギー政策などが議論、されている。日本の電力網、明治時代に初導入された、 交流発電機の製造国が東西で異なっていたことに由来し、東日本の商用電源周波数は 50Hz、西日本は 60Hz と異なる。融通可能な電力に余裕があっても、周波数変換所の能力が2011年3月、現在100万キロワットに限られているため、これを超える電力を東西間で融通することはできない。2011年3月11日に、 東北地方太平洋沖地震が発生し、東北、関東の広い範囲で停電が起きた。東京電力管内では、茨城県全域など405万世帯が停電した。東北電力管内では、3月11日の地震発生2時間後である午後5時時点で、青森県、秋田県、岩手県全域、及び山形県、宮城県のほぼ全域、 福島県の一部地域が停電し、東北地方での停電は、全体で約440万世帯に上った。地震と津波で複数の発電所が停止したため、東京電力と東北電力では供給できる、電力が不足した。電力の需要と供給のバランスが崩れると、管内全体の大規模停電につながる恐れがあった。そのため、両社管内での電力使用抑制を、両社、 日本国政府が呼びかけて需要の抑制を図ったほか、被災した発電設備や電力流通設備の復旧、被災していない電力会社からの融通を実施した。しかしピーク時の需要超過が予想されたため、東京電力と東北電力の管内では3月14日から供給不足に陥ると予想される時間帯に地域を区切って順々に停電させる。 林番停電の実施の可能性があることを発表した。東京電力の管内では3月14日から28日にかけて計画停電を行った。周知の方法や区割り等をめぐって混乱が発生したほか停電に伴って社会活動全般に影響が生じた。東北電力の管内では他社からの融通などにより供給を確保し、実施せずに済んだ。 その後は供給回復と需要抑制によって計画停電を行わずに済むレベルで推移している。電力需要が少ない時期にあたる春は蒸気のように乗り越えたが冷房などにより電力需要が年間のピークに達する夏季には再び供給不足に陥る可能性が懸念されたことから対策が検討され政府は5月13日に東北電力東京電力管内において 夏季のピーク時間帯で需要の15%削減を目指すことを発表した。また、契約電力5 0 0ット以上の大口需要化に対して、電気事業法第27条に基づく法的拘束力のある電力使用制限を発動することを発表し、7月1日から9月上旬にかけて実施した。対象地域では大口需要化の企業を中心に、 様々な節電施策を実施し、家庭などでも社会運動として節電を行った。一方で、福島第一原子力発電所事故によって、原発の安全性に対する危機が高まったことで、日本国内各地の定期検査中の原子炉の再稼働が延期され始めたほか、5月には運転中だった中部電力浜岡原発の4、5号機を内閣総理大臣官直との要請により、 運転停止した。再稼働延期は徐々に増加していき、2011年2月に71%前後だった原発稼働率は2011年12月には15%まで低下している。そのため、震災の影響を直接受けていないが、原発依存度の高い関西電力や九州電力で電力需要が下記に準じてピークに達する冬季に、 自主的な節電要請を行う事態となった。地震後、福島第一原子力発電所の稼働していた1から3号機、福島第二原子力発電所の1から4号機が地震により停止した。福島第一原子力発電所の4から6号機は定期検査で停止中だった。福島第一原子力発電所では地震の影響で冷却水を供給するための電力を 確保不能な状況に陥った。その後、原子炉格納容器内の圧力上昇、弁からの放射性物質の排出、水素爆発による原子炉建屋の崩壊、第1原発及び第2原発の周辺住民への避難指示が出されるなど、重大な原子力災害へと進展した。このほか広野火力発電所の2.4号機、日立中火力発電所の1号機、 鹿島火力発電所の2.35.6号機、大井火力発電所の2.3号機、小井火力発電所の4号機、東大木島火力発電所の1号機が停止し、水力発電所も福島県内で14カ所、栃木県内で4カ所、山梨県内で4カ所、変電所も9カ所が停止した。一方、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所は通常運転を継続した。 その後、小位火力発電所については3月12日午前1時までに運転を再開し、3月13日10時時点では、水力発電所はすべて復旧、変電所の停止が4カ所に減少した。また、発電量の8割程度の供給を受けている日本原子力発電東海第二発電所で1機の原子炉が自動停止した。東海第二発電所では、 使用済み核燃料貯蔵プールから放射性物質を含む水が溢れた。1ヶ月以上復旧に時間がかかった火力発電所もあり、鹿島火力発電所が4月6日から20日にかけて、日立中火力発電所が5月15日に復旧している。また、広の火力発電所は2011年4月22日の区域縮小までは、 福島第二原発の屋内待避支持区域内だったことで復旧作業が遅れていたが5月に区域から外れ復旧作業が再開されたことで7月中旬に復旧する見通しとなり2.24号機が予定通り7月中旬に復旧した以上の地震に伴う複数の発電所の停止や総変電設備の被害により電力不足になった東京電力は 中部電力、関西電力、九州電力、JR 東日本から電力の融通を受けたものの、電力需給が逼迫しているとし、電力の節約を呼びかけるとともに、3月14日から臨番停電を実施した。津波により甚大な被害を受けた仙台、火力発電所では懸命の復旧作業が行われた。東北電力では、 小長原子力発電所の稼働中だった1.3号機が自動停止、定期検査中で、起動作業中であった2号機も自動停止した。1号機のタービン建屋地下1階にて発煙が確認されたが、消火活動により消火が確認された。この他に大きな被害の報告はなかった。青森県の東通り原子力発電所は定期検査中で原子炉が停止していた。 6カ所再処理工場では、使用済み核燃料貯蔵プールから放射性物質を含む水が溢れた。このほか、八戸火力発電所3号機、野代火力発電所1.2号機、秋田火力発電所2の4号機、仙台火力発電所4号機、新仙台火力発電所1.2号機、原町火力発電所1.2号機、かっこんだ地熱発電所1.2号機、 上野対地熱発電所1号機、隅川地熱発電所1号機が停止したが、3月12日9時時点で、秋田火力発電所の2号機は、運転を再開している。現在は、八戸、の代、秋田、仙台、新仙台、原町の火力発電所は、運転を再開しているが、新仙台2号機は2011年10月末で、廃炉された。 仙台火力発電所と新仙台火力発電所は津波被害で2011年下記までに復旧は間に合わなかったが12月11日に新仙台火力発電所が12月20日に仙台火力発電所が復旧している。また原町火力発電所は福島第一原子力発電所の屋内対比指示区域内になっていたが2011年秋に 緊急時避難準備区域が解除となりようやく復旧作業が開始し2013年3月29日に復旧している。節電、停電問題のほか通常業務の検診も交通事情などの理由から3月14日から16日の間中止された。検診が中止となった対象の顧客への料金請求は3月分を2月分と同一に請求し 請求差額分については次回以降の請求額により生産する対応が発表された。北海道電力は3月13日から津軽海峡の海底を通る送電線を使って電線の最大能力である60万キロワット近い電力をほぼ毎日東京電力と東北電力に供給してきたが4月7日夜の地震の直後から東北地方が停電した影響で 送電の設備が自動停止し、電力の供給が止まった。その後、2011年4月8日夜に、最大送電能力60万キロワットのうち、30万キロワット分の運転を再開し、残る30万キロワット分も4月9日に再開した。それ以降、60万キロワットを東北電力、東京電力にフル送電している。なお、 北海道の電力需要のピークは夏ではなく冬であることなどから北海道で夏に電力危機が起こる可能性はほとんどなく節電要請は行わなかった。ただし北海道の冬の寒さは今度と比べて非常に厳しい事情を抱えまた電気代の再算にわたる値上げから例えば札幌市交通局では2014年冬より 地下鉄前線で早朝を除く終日、市電では朝夕のラッシュ時に暖房を全面停止する措置をとった。以下の発電所の情報は地震発生時に稼働中かつ地震により停止した。定格出力に関しては連続して発揮し得る機器の最大能力のことである。すべての時系列は日本時間を元にしている。東京電力被災直後の情報は 東京電力2011年3月11日16時30分2011年3月11日18時30分2011年3月11日23時の情報をもとにしている。東北電力被災直後の情報は東北電力2011年3月11日20時の情報をもとにしている。日本原子力発電被災直後の情報は 日本原子力発電2011年3月14日、プレスリリースの情報をもとにしている。その他各電力会社などでは、電力不足対策として、老朽化などの理由で休止していた、発電設備を再整備し再び稼働させる措置や、既存発電所敷地内でのガスタービン、ディーゼル発電設備の増設などを行い、一部は2012年夏に向けての稼働を目指して整備が進められている。 設備の再稼働や増設が相次いで行われた横須賀火力発電所。東京電力は運転休止中だった横須賀火力発電所3号機を6月19日から4号機を7月6日からそれぞれ復活させ再運転させている。4月下旬より順次ガスタービンの増設計画を発表した。横須賀火力発電所では 4月24日から14.4万キロワットの2号がスタービン、6月2日から3万キロワットの1号がスタービンを運転させている。また、千葉火力発電所内では33.4万キロワット3機の設置を計画し、9月9日までに2機が運転開始し、もう1機は2012年7月に運転開始する予定である。さらに5月16日、 日立中火力発電所の敷地内にガスタービン発電機2機とディーゼル発電機計185機の合計約25万キロワットの緊急増設を発表7月29日までにすべて運転開始したさらに同年7月末にかけて横須賀火力発電所内に緊急設置電源として13台の移動ガスタービン発電機を設置した 多い火力発電所内で8月15日から12.8万キロワット、9月22日から8.1万キロワット、川崎火力発電所内で8月10日から12.8万キロワットがそれぞれ運転開始した。うち12.8万キロワットのガスタービン2機は対、発電公社から東京電力へ無償対応である。東北電力も運転休止中だった東。 新潟火力発電所高1号機を3月下旬から整備、6月1日に復活させた。常磐共同火力のナコソ発電所では、長期計画停止中の6号機を2012年4月21日から再稼働している。新潟火力発電所内にガスタービンの増設を行い7月30日から10.9万キロワットの5号機。 12月18日から3.4万キロワットの6号機、東新潟火力発電所内でも、同様に8月26日から5.38万キロワットの港3号系列機を、それぞれ運転している。なお2011年9月末の計画ではさらに、秋田火力発電所内に33.3万キロワットの5号機、東新潟火力発電所内に33.9万、 キロワットの5号機を増設し2012年7月までに運転開始した。復活した発電所の中には老朽化の進んでいる設備が多く、2011年7から8月に国内の火力発電所がトラブルにより停止する事例が17件発生するなどリスクもある。2012年2月3日早朝には節電要請期間中であった九州電力管内で、 定格229.5万キロワットの新大板火力発電所が全停止したが、前日に九州電力と隣接する四国電力管内で寒波による需要急増で供給予備率3%を記録していたことから予期せぬ停電の可能性があった。火力発電所の長期計画停止号機の運転再開について2012年夏現在も、 長期計画停止中設備の運転再開には、ボイラ、タービンの腐食や、初サビ、ボイラ加熱管の肉硬白化などの対策に、材料手配から修理まで2から3年以上必要。火力発電所の緊急設置電源について、火力発電所の増出力について、震災以前からの火力発電所の建設計画と、運転開始について、震災以前より計画されていた。 火力発電所建設計画と震災以降に運転開始した号機を掲載する。事故後、放射性物質が拡散し、確定的影響は明らかではないもの実際に被害が発生している。これにより原子力事故に対する不安が高まり、福島第一以外の原発でも安全性への要求が高まった。一部では原子力から完全に脱却しようという 原子力撤廃運動も高まりを見せた。こうした動きにより、定期点検に入った原発の再開を地元自治体が認めず、2011年夏期以降は、被災地以外でも電力不足に陥る可能性が出て、節電要請が行われた。2010年1月から2012年9月の日本、国内発電方法別発電量の推移。2011年3月以降、 発電総量が減少するとともに原子力が減少、火力が増加している。2012年6月は原子力ゼロとなった。原子力発電所は運転開始から13ヶ月以内に定期点検に入ることが法律で決められていることから、運転停止が続くと2012年春までにすべての原子力発電所が停止することが懸念された。 原子力発電所が発電する電力は日本の総発電量の2割を占めている。定期点検中で2011年3月7日から調整運転に入り事実上稼働していた北海道白原子力発電所は例外的に8月中旬から営業運転を再開したが2012年5月5日には同発電所3号機が点検のため停止され、 これ以降国内すべての原発が停止した。事実上の運転再開の権限を持っているのは都道府県知事になるため地元の同意状況によっては運転再開は困難になる。実際、佐賀県限界原子力発電所では2011年6月に住民向け説明番組でやらせが発覚し問題がこじれている。これらの事情により電力不足の可能性が 被災地域以外にも拡大し、余力があるのは、原発依存度の低い中国電力、原発のない沖縄電力のみの状態になる、可能性があるということが6月の段階で、報道された。原子力安全、保安委員は、原発事故後、電力各社に緊急安全対策を指示。海江田万里経済産業大臣は、2011年6月18日、 各社の安全対策が適切に実施されているとして原発のある自治体に出向いて説得し再稼働させる意向を示した。ところがこの安全宣言は菅総理大臣の事前了解を経ずに出されたもので菅総理は再稼働にはストレステストが必要と発言。7月11日政府は以下の通り欧州のストレステストを参考にした安全評価を 行った後に再稼働させると発表した。ストレステスト論議がなければ自治体の同意により夏には再稼働するところが出てくる可能性があった。海江田大臣は緊急安全対策後に安全宣言を行っており、再度のストレステストはその基準が甘かったことを意味すると受け止められ、原子力行政に対する不信感も高まった。再稼働はストレステスト後になる見通しとなり、 電力不足早期解消の観点から言えばそれが遅れることとなった。一方で、ストレステストの基準が再稼働ありきとなる懸念もあった。これに対しては、法案委員及び委員会による評価後、IAEA、e、による再評価を行うとの報道があったが、各国の事情を考慮するとの見解があることから、どのような基準が適用されるかは不明。7月22日以降、 各電気事業者による検査が実施されており、その結果は保安院に報告され、保安院はそれを委員会に諮る流れとなる。日本国内のすべての原子力発電所が停止することで、すべて火力で代替すれば、燃料費のコストが年間2兆円3兆円増え、仮にその負担を電気料金にすべて転嫁すれば、電気代は2割上昇するという試算がある。 8月上旬の政府決定では、計画停電の実施、電力使用制限令の発動、電気料金への転嫁の3つを極力回避するという方針を守った上で、ピーク電力不足への対策及び、原原発依存と分散型エネルギーシステムへの移行を軸にした、中長期でのエネルギー戦略の見直しを推進していくとした。その後、再生可能エネルギー買取法によって、 電気事業者に対して再生可能エネルギーの買い取りを義務付ける普及促進策が決定2012年7月1日から実施される。2012年4月下旬から5月上旬には関西電力管内の同年下期時給見通しは14.9%の供給不足で厳しいという想定が発表され、政府は西日本の電力各社に計画停電を行う。 場合の区割り等の準備を進める指示を出した。また並行して、福井県大井発電所3、4号機では、関西電力によるストレステストの審査が2012年2月13日に原子力安全保安院3月23日に原子力安全委員会をそれぞれ通過し、それ以降は地元住民、自治体、政府等による再開判断に移行した。4月13日には、 野田義彦首相、枝野幸男経済産業大臣、細野武原発事故担当大臣、藤村治官房長官の関係参閣僚による協議において供給見通しの厳しい関西電力の電力不足を回避するには再稼働が必要との結論を出すに至り、関西電力の電力危機回避のための再稼働が焦点となり地元同意に注目が集まった。 西川一世福井県知事が首相に同意を伝えたことを受けて政府は6月16日午前に同発電所の再稼働を決定7月1日から大井原発3号機が7月18日から同原発4号機が再稼働した原発事故後エネルギー政策を推進する立場にある経済産業省の中に原子力安全保安院員があることが問題視された そのため、原子力安全、保安院と原子力安全委員会を統合し、新たに環境省の外局として、原子力規制委員会を設置する法律が2012年6月20日に、成立2012年9月19日に委員会が発足した。原発の再稼働をめぐっては、ストレステストを行った後に再稼働させることで一度は決着したものの、新たに発足した。 原子力規制委員会が原子力発電所の新規制基準を策定することになり、原発は新規制基準に基づき安全性を審査され、認可されたものだけが再稼働できることになった。新規制基準では、大規模な自然災害やテロ攻撃などの外部事象を想定した過酷事故対策を行い、既存の原発にも新基準を適用するとした。 新規制基準は2013年7月8日に施行された。大井原発は2013年9月に3号機、4号機とも定期点検のため運転を停止し、再び全国すべての原発が運転を停止した。新規制基準による審査を経て、2015年8月11日に九州電力川内原子力発電所1号機が再稼働し、原発ゼロは 約2年ぶりに解消された。続いて、同年10月15日には、同原発2号機も再稼働した。2016年1月29日、関西電力の高浜原子力発電所3号機が再稼働。同年2月26日には、同発電所4号機も再稼働したが、3日後に異常を検知して、緊急停止した。同年3月9日、大津地方裁判所が、 滋賀県の住民の訴えを認めて、高浜原発の運転を差し止める仮処分決定を下したため、3号機も再び運転を停止した。約1年後の2017年3月28日、広告審でこの仮処分決定を大阪高等裁判所が取り消したため、関西電力は同年5月17日に、高浜原発4号機を6月6日に同3号機を再稼働させた。 大津地裁は新規制基準には不安な点があり、関連による安全性の証明も不十分だとした。一方で大阪高裁は新規制基準は不合理ではなく、関連は新規制基準に適合した対策をしており、安全性が欠如しているとは言えないとした。2011年3月14日、計画停電について会見する内閣官房長官。 枝野の幸男3月17日に計画停電が実施された船橋市の交差点。信号機が消灯している3月15日に計画停電が実施された奈良市の,市の住宅5月5日の JR 恵比寿駅エリア電力使用状況79%東京電力では地震と津波で福島第一及び第二原子力発電所をはじめ火力発電所。 水力発電所及び変電所、送電設備に大きな被害が発生したことにより想定される電力不足に対応するため3月12日に管轄地域内で臨番停電を実施する方針を示した3月13日に日本国政府より臨番停電の実施に了承を受けたことで具体的な計画内容を発表した2011年3月13日 海江田万里経済産業省は、今回の東北地方での地震に伴い、相当量の電力供給不足の事態を迎える、可能性があるとして、日本経済団体連合会等に対して、大規模節電など電力需要の抑制を要請した。また同日、江田の幸雄内閣官房長官は、節電啓発担当国務大臣に、村田蓮宝行政刷新担当大臣を当てることや、 電力供給不足対策本部を設置したことなどを記者会見で発表した。さらに13日夜の記者会見で、菅直人内閣総理大臣が国民向けメッセージを発表し、その中で東京電力による計画停電の実施を了承したことを発表した。東京電力は3月13日、臨番停電を14日から4月末まで受給状況に応じて実施すると発表した。 臨番停電は3月14日午後5時から茨城県、静岡県、山梨県、千葉県の各一部地域で初めて行われた。3月15日以降も臨番停電は実施されていたが、3月28日以降は実施されておらず、4月8日、東京電力は定期検査で停止中であった火力発電所の稼働で電気の供給力が増したこと、また、 気温の上昇による暖房への需要が減ったことなどの理由から供給に対する不安が減ったとして6月3日までの間は臨番停電を原則として実施しない旨を発表した。東京電力は今回の電力供給力見通しを約5200万キロワットに上報修正すると発表したが夏季のピーク需要は約5500万キロワットと想定されており 東京電力は、夏季の臨番停電の回避に向けて、供給の確保に全力を挙げるとしている。震災直後の報道で、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、広野火力発電所、日立中火力発電所は、津波によって、復旧の見通しが立たないほど壊れており、計画停電は、夏や冬にも再び実施される可能性があるとされた。 日立中火力発電所は5月に復旧したが、福島第一は廃炉方針。その他は復旧していない。東京電力による計画停電は3月14日に開始され、実際に停電を実施した地域は一部に止まったが、東電の発表が請求すぎたために問題点が生じて、周知不足による混乱が相次いだ。 計画停電の大まかなグループ分けが発表されたのは13日20時頃、最初の停電実施予定は14日6時40分からで10時間前という急な発表という形になった。各企業や自治体等は急な対応を迫られたほか、供給確保により停電予定が直前に中止となる。例が相次いで周知不足による情報の混乱が社会活動全般に影響を与えた。 14日朝は、首都圏の広範囲で鉄道の運行が中止、変更また東電の発表に合わせて段階的に再開する事態となって、月曜日の通勤、通学は大混乱となった。東北地方太平洋沖地震という名称や、千葉県と茨城県の大きな被災状況をマスコミが報じなかったことなどが影響したとみられるが、千葉県や茨城県は、 大きな被災はしていないという東電の5人からか、両県の全域が対象地域に含まれ、津波などで大きな被害を受けていた茨城県自家業地域や千葉県朝日市などでは実際に停電が実行される事態となった。また、実施はされなかったものの、発表時点や当日朝の時点でも地震による停電からまだ復旧していなかった地域も対象地域に含まれていた。 このような事態が発生したこともあり、茨城県の橋本正、千葉県の森田検索領知事が、被災地での停電実施措置除外を何度も要請したことから、15日以降は被災した茨城県及び、千葉県内の一部市は、当面の間対象から除外された。また3月15日に、静岡県東部で発生した、震度6強の地震の影響で、 静岡県東部も16日以降除外の予定とされたが受給状況が非常に厳しかったため3月18日から対象地域に戻された。停電実施により不利益が発生する水力発電所のある地域や鉄道事業者の変電所のある地域は対象から除外となった。東電による計画停電は3月15日以降も随時予定が発表され、 受給状況を推測して必要とされる日時に実施されていた。対象地域と時間帯は、有刻までに計画を作り報告すると東電より説明が行われたが、短期ではなく複数日まとめて計画が発表された。東北電力でも管轄地域内の秋田県、山形県、新潟県の3県を中心とした一部地域で計画停電を行うことを3月15日に、 発表。同年3月16日から実施の予定だったが、需給バランスが緩和したため中止した。東北電力による需給状況の予測で、当面の電力供給に不安はないとの判断により、3月17日から当面の間、実施は見送られている。東北電力管内の非最大電力の水を2010年、赤、2011年東京電力管内の日。 最大電力の水屋を2010年赤2011年例年夏場には冷房需要急増に伴って需要が年間のピークを迎える東北電力では8月最大供給1230万キロワットに対して8月最大需要1300から1380万キロワット東京電力では7月末最大供給5520万 キロワットに対して7月末最大需要5500万キロワット、8月末最大供給5620万キロワットに対して5500万キロワットと、それぞれ再び供給不足に陥ることが予想された。経済産業省は5月13日、東北電力、東京電力管内において、需要の一律15%削減を目指すことを発表した。そのうち、 契約電力5 0 0ット以上の大口需要化に対しては需要がピークに達する書き時間帯において前年同期の最大電力量から15%削減した電力量を上限としこれを超過した場合は罰則を伴う電力使用制限令を7月1日から発動した電力使用制限令の発動は1973年のオイルショック以来38年ぶり この制限例では、今回の地震による被災地域、福島第一原発事故の被災地域の需要化は対象外となっているほか、医療、介護福祉、交通、物流、インフラ供給のほか、使用量変動が少なく削減が困難な班、動体工場、稼働時間が限定される新聞印刷工場などで削減幅を緩和したり、 削減時間帯を調整したりする緩和措置が取られている。さらに、関西電力でも6月10日に法的強制力のない15%の節電要請を行っている。6月15日に北陸電力も節電要請を行った。節電措置としては、まず単純に削減可能な電力を削減した上で、必要な電力については、使用時間を規制時間帯以外の夜間。 早朝あるいは土日祝にずらす方法がある。また、複数の工場、事業所を持つ、企業内で電力量の合算値で削減することを認める共同使用制限スキームが導入され、企業内での調整が可能となっている。この他の中部電力、中国電力、九州電力でも原子力の点検等停止や火力のトラブル停止等により供給が低下したことで、 融通範囲に入る四国電力も含めて、西日本でも国民生活及び経済活動に支障を生じない範囲での節電を呼びかけた。こうして実施された節電措置等により、2011年の7月8月中に電力が危機を迎える事態は回避された。東京電力では8月18日15時台の4922万キロワットが最大で、 ピーク時昨年比1077万キロワット低減され、使用電力量も7から8月通期昨年比マイナス14%低減された。東北電力管内では8月9日14時台の1246万キロワットが最大で、ピーク時昨年比311万キロワット低減され、使用電力量も7月通期昨年比マイナス十一。 パーセント、8月通期昨年比マイナス17%、低減された。経済産業省は8月30日に、例年のピークの時期を過ぎ、今後は、気温が次第に低下して、需要も減少していくと考えられ、供給に余裕が出てきていること及び、被災地から早期終了を求める声が上がっていることなどを理由に、東北、東京電力管内の地震と豪雨の被災地では9月2日、 その他の東京電力管内では9月9日に電力使用制限令を解除し、努力目標としての削減要請に切り替えることを発表し、早期解除を行った。当期は暖房需要の増加によって電力需要が増加する。東北電力では夏よりも1割弱程度少ないものの、前冬の最大需要1470万キロワットは、復旧や 他社融通を含めた供給見通しである 1300kW 程度を大きく上回っている。震災による需要低下や節電による削減も見込めるが不透明であり、9月末時点では精査中ながらも非常に厳しいという見通しを明らかにしている。原発依存度が高い関西電力では原発の点検停止等により、混沌は最大需要が 供給力を8.4%上回る非常に厳しい状況になることが予想されている。本当の見通しについて10月下旬には数値や対策などが発表される予定。供給増強を踏まえながら需要の検討を行った結果、経済産業省は11月1日に冬季の節電目標を発表した。上期に電力会社管内では原子力発電所停止により、 大幅な供給減少が発生することにより、数値目標を設定した上で節電を要請する。東北電力でも、需要超過が予測されるものの、下記同様に、北海道、東京両電力からの融通により補う予定。数値目標を設定していないその他の電力会社でも、また2社でも、当期の他の期間において、12月1日から3月30日の、 平日の9時21時に日常生活や経済活動等に支障のない範囲での節電を行うよう呼びかけている。冬季の電力需要は皮膚科曲線がなだらかであり、朝の気象後に当たる6時前後から増え始めて10時前後にピークとなり、昼食時の12時頃から暖かい15時頃まで一時的に減少した後、再び増えて18時頃再びピークとなり、 やがて深夜にかけて緩やかに減少するという経過をたどる。よって、需要のピークは朝から夕方まで続き、夏季に比べて削減時間帯は長くなる。また、夜間の需要が昼間に比べてそれほど減少せず、夜間電力が少ないため揚水発電によるピーク時への供給シフト量が夏季より小さい。また、需要化によってもピークが異なり、事業者等の大口。 小口需要家では朝需要が急増して10時頃、ピーク付近に達し夕方まで続く傾向。家庭では帰宅により、家庭での電気使用が増える夕方から夜にかけて、ピークとなる傾向がある。関西電力では、家庭に対しては18時21時において、重点的に節電を行うよう要請した。九州電力では、ピークとなる8時11時と17時20時において、 重点的に節電を行うよう要請した。関連本店に掲げられた節電を呼びかける垂れ幕、福島第一原子力発電所事故に伴う安全性担保の問題から、日本各地の原子力発電所の再稼働が留保されており、安全確認中であるものの、現段階で再開の目途は立っていない。2012年5月5日には、白原子力発電所3号機の停止により、 1970年以来42年ぶりに日本の国内のすべての原子力発電所が停止した。仮に原発再稼働がない場合、2012年夏季の電力供給は2011年夏季よりも減少する地区がある。東京電力では同年8月末の供給力が5193万キロワット東北電力では 同1485万キロワット北海道電力では同474万キロワット中部電力では同2750万キロワット関西電力では同2533万キロワットなどとなっていて、原発依存度の高い管内では、関西電力の2割を筆頭に大きく低下する見込み。これに対して、主に火力で供給を補う動きが各社で見られており、 東北電力では火力復旧や緊急増設により2011年夏に比べて310万キロワットの増強を予定している。需要予測と供給予測の検討が進められる中、2012年下季についても関西電力、北海道電力、九州電力の各管内で供給不足が予想されるため、節電要請を行う可能性があると2012年5月上旬に、 報じられた。経済産業省は5月18日に節電要請の内容を発表した。沖縄電力を除く各社管内に一般的節電要請として7月2日から9月28日の9時20時の節電を呼びかけるとともに以下の目標を設定した。大井発電所の再稼働を受けて関西と四国で目標が緩和、中部、北陸、中国で目標設定。 なしに緩和されると報じられているが、正式には出力が回復した後に見直しを行う見込み。2012から2013年冬季以降も沖縄電力以外電力不足の状態は続き、毎年夏季と冬季には政府から節電要請が出された。2013年夏からは数値目標を設けない節電要請に切り替えられた。政府は2016年夏季、 震災後初めて節電要請を行わなかった。全国の原子力発電所のうち九州電力の川内原発しか稼働していない状況だったが、企業や一般市民の節電の取り組みが定着したことや、電力小売自由化に伴い新しい電力事業者が参入したこと、再生可能エネルギーが増加したこと、電力会社間での電力融通が行われることなどにより、 受給に余裕ができたため、2017年4月21日に政府は2017年夏季節電要請を行わなかった。運転休止中のエスカレーター電力量を抑えるために社会で節電する動きが見られる。今回の節電がこれまでのものと異なるのは供給不足に陥る可能性があるピーク時間帯、平日昼間、夕方。 平日朝夕方の電力を削減することと、やむを得ず使用しなければならない電力はそれ以外の、平日夜間早朝あるいは休日に振り返ることに重点が置かれていることである。電力量の合計値を削減するという考え方も維持されているが、ピークカットやピークシフトの方が優先される。各所で、照明の間引きや消灯、空調温度設定の管は使用していない。 電気製品の停止などの従来からの節電に加えて、ある程度使用頻度がある。電気設備でも時間帯を定めて停止するなどの、より踏み込んだ対応を取った。冷房電力のピークカット等を目的に、これまでのクールビズを強化したスーパークールビズを採用し、クールビズでは解禁されていなかった、ポロシャツスニーカーアロハ、無地 T シャツなども着用できるようになった会社も、存在している。また、 自治体によっては、節電効果の高い LED 照明の切り替えに対し、補助金を出すところもある。東日本旅客鉄道は、2011年6月24日から9月22日までの約3ヶ月間、平日の正午15時の時間帯で運行列車を 最大30%削減することを暗目とした、夏季特別節電ダイアグラムを編成することを2011年6月16日に発表した。他社でも運行本数を削減した緊急ダイヤ改正の実施やエスカレーターの使用停止、照明、自動券売機、自動改札機の削減などの対策が取られた。飲料メーカーは実質的に 自動販売機の節電対策に努めている。各パチンコ店では月に3回の定休日を設定した。休日へのピークシフトの試みとして土日創業、平日休暇を行う、休日分散化を行う企業が多数あった。業界で協調して行うところもあり、自動車業界は7月から9月まで土日創業、木金休暇を全国的に行うことを5月19日に、 決定。NTT ドコモでは7月から9月まで土日休暇、月下休暇を関東、甲信越地域で実施することを5月26日に発表。さらに NTT 本体も7月から9月まで土日創業、水木休暇を研究所部門で行うことになった。平日内でのピークシフトの試みでは企業で出社時間を早める夏時間を導入したところがある。 都庁では25%減を目標に導入を決めた。他、パナソニック、日本製紙、大金工業など多くの企業に広まった。第93回全国高等学校野球選手権大会は、電力不足を考慮し、第1試合を午前8時開始とし、決勝戦も午前9時30分開始となった。また、第94回についても、前年同様の措置とし、 決勝戦を午前10時30分試合開始とした。節電要請は企業活動や家庭生活に経済面も含めて負担を与え、特に契約電力5 0 0ット以上の大口需要化に対して強制力のある電気、使用制限等規則の根拠にもなることから信頼できる予測値を算出することが求められていた。東京電力管内では下記に 電力使用制限令を伴う節電要請を行っていたが、需給逼迫警報を出す事態には至らず、東北電力に一部の電力を融通する状態であった。これは、節電による需要抑制、夏の最高気温が需給予測のベースとしていた2010年よりも低かったことなどが影響している。これに対し、節電要請を行う必要はなかったのでは、 ないかという意見も挙げられた。2012年春の段階でも、同様に、関西電力管内において2012年下期の受給予測が厳しいことが報じられたことから、この数字の信頼性を問う声が上がった。受給予測は、それぞれの電力会社が提出した数字を、経済産業省で検討した後閣僚で構成する、電力受給緊急対策本部、エネルギー、 環境会議で諮問するというのが従来の流れであったが2012年4月より第三者である専門家9名で構成する政府の受給検証委員会でさらに検討を行うこととされている。需要想定における予備率として瞬間的な需要変動への対応に3%、発電所のトラブル等による停止や気温上昇への対応に4から5%以上、 合計で7から8%以上を織り込んで需給予測を行っているが、この妥当性を見直す動きがある。また原子力発電の停止に絡んで原発が運転していなくても電力は足りるという主張がある一方で、電力各社や政府をはじめ原発が運転しなければ電力が不足する火力による代替は負担やリスクが大きいという主張があり、対立が発生している。日本は 京都議定書によって二酸化炭素を主とする温室効果ガスの排出削減義務を負っているが各地にある原子力発電所の停止によって代替電源を火力発電に求めざるを得ないことから温室効果ガスの排出量が増加し京都議定書の削減目標を達成することが困難な情勢となっているさらに福島第一原子力発電所の事故により 原子力発電所の新設にも高いハードルができたことから日本の態度変化でポスト・京都議定書の枠組みそのものに影響を及ぼす可能性も指摘されている。ただし、京都議定書で定められている削減期間は2008年から2012年までである。ポスト・京都議定書について具体的なことは決まっていないので2013年以降日本に 温室効果ガスを削減する国際法上の義務は存在しない。2011年12月に細野環境大臣が COP17 で日本はポスト京都議定書の温室効果ガスを削減する国際法上の義務があるメンバーから離脱することを宣言した。このことにより日本は国際法上の削減義務は負わなくなったが2013年以降も 削減努力を続けることを厳明した。ありがとうございます。